はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日はね、新発売、ウィルキンソンの、ジントニックプラスレモンライムですね。お、これうまそうやな。ジントニックか。ジントニックとレモンライム。あー、いいっすね。ウィルキンソン炭酸使用。無果汁でリキュー、アルコール度数 5%。刺激強め。これうまそうやな。原材料がジンとレモン、違う、ジンとレモンライムスピリッツと糖類と酸味料と香料ですね。アルコール度数が若干低いは低いけど、まあジントニックやから、ジントニックレモンライムやから、普通のジントニック飲料的な感じなのかな。前はだってウォッカトニックだったもんね。あの、ウォッカトニックと、ジンジャーエールだったっけ？ウィルキンソン。それは乾杯。あ、うめえ。あ、これうめえ。これ美味しい。あ、ジントニックですね。ジントニックにちょっと、苦味が、ちょっとあるかな。うん。ちょっと苦味があって。苦味があって、あれ？前のやつの赤い方がトニックプラスウォッカだったんですよ。こっちが俺好きなんですけど、緑色の方がジンジャーエールプラスウォッカ。だからこの場合はウォッカだったんですよね。でも今回はジントニックプラスレモンライムだから、ジンが入ってる。ジンなんです。ウォッカじゃなくてジンになった。プラスレモンライムスピリッツが入ってる。そのおかげで、あの苦味が結構ありますね。うん。苦味が結構ある。アサヒビールかな。これです。ああ、見た目も変わったみたいですね。うん。こちらがウィルキンソン炭酸を使用し、強めの炭酸感とジンをベースに、ウィルキンソントニックの、爽快感を楽しめる味わいを再現しました。すっきりとした苦味と爽やかなレモンライムの香りが特徴です。うん。うん。これ美味しい。けど、個人的に赤の方が好きですね。トニックプラスウォッカの方が。うん。やっぱ実際のジントニックに比べると、まあ、似てはいるんだけど、まあ実際のやっぱ自分で作るカクテルのね、ジントニックには。まあ勝てないかなと。まあ赤の方はトニックプラスウォッカなんですけど、非常に飲みやすくて、それでいて、トニックウォーターが入ってるので、なんつうかな。うん。いいですね。うまい。すっきりしてて美味しい。こっちよかすっきりして。
うん、これは美味しい。ただちょっとね、やっぱ薄いような気がするんだよね。自分で作ったジントニックに比べるとね。まあ当たり前なのかもしれないんだけど、ちょっと薄いんだよね。というよりなんか味が弱い。弱いっつうか、トニックウォーターの甘みっつうのは弱いのかな。どちらかつうとソニックウォーターみたいな感じ。あの、トニックと炭酸水を1対1で割ったような味ですね。うん。うん。多分そんな感じやね。多分、ジントニックっていうよりジンソニックに近い。うん。俺ソニックの方があんまり好きじゃないんで。うん。結構甘いのがね、ジントニックのトニックウォーターの甘いやつが好きなんで、ジントニックとトニック、トニックをね、あの、と炭酸を1対1で割るソニックウォーターよりは、やっぱトニックを 100% 使ったやつの方が好きなんですよ。まあでも美味しい。うん。うまい。ちょっと甘さが、あの、やっぱジントニックが弱めなんだよね。うん。だからちょっとソニックっぽいんだよな。うん、どちらかっつうと。まあ実際のところ、その、ウィルキンソン炭酸使用って書いてあるから、炭酸水を使ってるってことは、まあ間違いないはずなんで、だから、ウィルキンソンの炭酸を使ってるから、ちょっと薄まった感じはあるんですよね。うん、トニックウォーター、多分、レモンライムスピリッツと、糖類と酸味料と香料で、そのトニックウォーターを再現しようとしたんだろうね。あの、ウィルキンソンの炭酸とね、それらで、トニックウォーターを自作しようとしたんだろうけど、ちょっと、うん、微妙といえば微妙。うん、甘さがちょっと足りないかなって、いう感じはします。けども、まあ、十分、美味しい。うん、十分美味しい。まあ最近、そのウィル、あの、ちゃう、あの、トニックウォーターの自体があんま見ませんからね。そもそもジントニックの、あの、まともな、あの、チューハイっていうのがあんまないんで、うん、そういう意味でいくと、まあこれは割と貴重なのかもしれないですね。あの、カクテルパートナーのジントニックとかだと、アルコール度数 3% とか、そんぐらいある。確か。2344です。ご視聴ありがとうございました。